はい、経験いいっそう。経験いいっそう。今日はね、あのワービーズからね、元ボクサーのワラさん来てもらってるんですけど、トンパめちゃくちゃうまいから、まあ日本ではトンパっていうけど、海外だとコントラピエ、コントラピエとか。でもスペインの人に聞くと特にね、トンパとかそういうのなくて、というかただのトラップしてないらしい。トラップの一種。日本人は、まあ、トンパとかコントラピエとか言ったりしてるけど、そのトラップで剥がす技術めちゃくちゃうまいんで、まあそのやっぱトラベラーだから、まあ、ボクサー兼トラベラーだからね、トラベラースペインとかのね、本場のトンパもトラベラー、もうトラベラーだからね、本場のトンパもあの感じてると思うんで、ちょっと今日はね、いろいろ教えてもらいたいと思います。モラさんからね、いろいろ学びたいと思います。で、あの動画見てね、皆さんもぜひひたすらやってる方学んでください。じゃあお願いします。お願いします。はい、今日は無料ベッカフィールド妙霊に来てます。芝も綺麗だし、もう3面もあってコートめっちゃいいっすよ。めっちゃいいんでね、概要欄からチェックしてください。お願いします。ちょっと見せてもらってね。あ、なるほどね。いいですよ。マラさんは、まあ、俺もそうなんだけど、トラップしてつま先がさ、結構進行方向向けるタイプ。こうじゃなくて、結構動作をフェイントを大きくした人って、ここから動作を大きくするだけでつま先こっちに体重乗せる人もいるんです。ああ、そうだね。そう、体重乗せるタイプと、和田さん見てたらこうでちょっと進行方向に体重乗せる。俺もそうなんだけど、これだよ。そのままそう行きやすいよ。進行方向に体重乗せて予備動作を少なくして多分行ってると思うので、この体重乗せて体重移動、右左っていう予備動作よりも、もうこの体重を最初から進行方に向けて予備動作少なくとみたいな感じのタイプなのかな。そうだね。まああとは相手の位置にもいるかも。なんかちょっと結構中切ってるなって思ったら、がっつりこう行ってからでも間に合うかなとか。ダブルタッチとかね。あ、そうだね。これ一回引っ掛けてダブルタッチとかやるのかな。あ、なるほどね。今の角の方でも結構早いよね。重心移動はそんなに大きくはなくいけるタイプだったからさ、かな。なんかコツとか、はい、コツ、そのボールスピードにもよるし、相手の位置とかにもよる。本当ギリギリまで見て、あ、全然無理だなと思ったらこう行って結局落としちゃいますし、そう、キャンセルできるから、ね、縦から来られた相手とかだったら中に食いつかせる必要があるわけじゃないですか。そういう時ってなんか意識なんか使い分けてます。なんか一試合通して、あ、かけ最初あんましないようにとかしてるから、最初は普通にオリエンターとして中から飛んでるけど、そう、トンパとか全くないよみたいな、あ、中取りしかしないよぐらいのなんか雰囲気なんかやってからだろうなと思わせて、結局こっち、確かにやったりするから。ワラさん結構さ、ゆったりさトンパする時もあるじゃないですか。その本当に、あ、そうだね、中に最初はこうやって中にこうやってコントロールしてプレーしてるけど、ここから ゆったりで食いつかせる瞬間ありますよ。そういう試合を通しての駆け引きか。だね、まあ、がっつり向こう見といて、ここからがっつり好きだ。めっちゃ中見といて、そう、スクラッチみたいな。あ、めっちゃ中に視線も使う感じね。なるほどね。ナイスショット。結構知ってる人が多いからトンパやりづらいなって思うけど、初見の人だったら結構引っかかるから、そういう人にはやってみれば相手見るからし。近いとかあるじゃないですか。あ、いいですか。こうなるとやっぱガシャーってなった可能性もあるし、キャンセルしたところで一緒に体ぶつけられちゃって、あ、そうだね、まあ、っていうのもあるから、結構これも何度も失敗してる。近い時はやらないか、キャンセルかダブルタッチだね。まあ近すぎるとやっぱやんない方がいい。確かに。俺も一回舐めて様子見て前向いてこう、あ、俺自分でコントラピエとかなんかこう自分で行く人もいる。あれは得意じゃないんだけど、まあ、ちょっと俺でやらないでと、そう、動かしてやると。わらさんはどっちかっていうと、このコントローリエタードする、まあ、中にコントロールする動作の中で止めて重心を最初から進行方向に乗せちゃう。そうだね。
ていうのがおすすめなんだ。か個人的には多いかな。だからこの時につま先はねこっちになって体重を右足に乗せるんじゃなくて止めてつま先をね進行方向に向けて左足の方って言う真ん中より前気味に自分の重心を持ってって加速してかわすみたいな。足がそんな速くないからやっぱりコンパーでも楽だね。やっぱトラップでフィジカル使わないようにしてるから。確かに。でそっちの方がスピードに乗りやすいからこっちの方が。そうですね。だからその自分のスピードを最大限生かすっていう重心移動とトラップでディフェンスの体重を中に乗せる、その状況さえ作ればね足が遅くても抜けると思うんで。そうですね。わらしきコンパぜひ皆さんやってみてください。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。わらさんのプレイ動画もしとくんで。あんまないけど。